こんにちは、円本郷総次郎です。今日はね、ワイヤレスマイクを購入したので、そのインプレをして、試しのツーリングに行ってみようと思います。まずね、開封からやっていきましょう。はい。じゃあね、今、Amazon から届いたので、開封をしていきたいと思います。はい。ホリーランド。ホリーランドの、ラーク M1 というワイヤレスマイクです。これね、まあ、ロードとか、皆さんね、ご存知だと思うんですけども、あれが一番有名ですね。ロードとかね、はね、やっぱりね、ちょっと5、6万するので、結構ね、手が出にくい商品です。で、これはね、2万3100円ほどです。で、YouTube とかで見てもですね、結構音質も良く、200メートルまで、ワイヤレス届くということで、今すごいね、話題になっている、商品なので、こちらを買いました。まずね、ちょっとこれを開封していきたいと思います。はい。今外のね、ビニールを取って、開封をしていきたいと思います。何度も言うけれども、こういうね、新商品を、梱包をね、こうやって取っていくのって、すごいいいですよね。大好き。こんな感じでね。はい。この商品はね、このように、ケースに、ね、ホリーランドって書いてありますね。ケースに入ってます。で、これをね、ちょっと開けていきましょう。まあね、多少は充電されてると思うので、今日使おうと思いますけれども、こんな感じですね。はい。こんな感じに、ケースに入ってます。はい。これが本体です。で、本体の他に、こちらがね、後で出して、もう使います。モフモフ。モフモフ、マイクの先につける、防風ですね。そして、ここに、ジャックですね。ジャックが、2種類入ってます。で、僕はね、インスタ 360X3 っていうのをね、まだ買ってないですけども、それを買おうと思って、そのためにね、このワイヤレスマイクを買ったんですけれども、そのね、インスタ360の場合は、この両方とも黒の方ですね、多分。で、こちら、グレーのやつ。これはね、iPhone とか、スマホに接続する、やつです。端子がね、3つ、3本ありますね。で、こっちは、端子が2本の方です。まあ、これはね、しまっておいて。あと、付属品は、あとね、この iPhone につなげるのは、アダプターね。iPhone のアダプターがね、あるんだけども、ちょっと待ってね。そうだ。それをね、忘れてた。昔、僕が iPhone X を買った時かな。その時についていたジャック、これね。これをつけないと、iPhone で録音することができないので、これ必須です。この中にね、入れておいて、あとは、これ充電ケーブル。充電用のケーブルですね。このね、本体見てもわかるんですけども、USB-C です。USB-C の充電になってます。なのでね、急速で充電することができます。それではね、まず、この本体の方をね、開封をしていきたいと思います。あとね、説明書入ってますけど、これ英語のみです。英語がね、わかる。まあ、今見なくてもね、すごいシンプルな作りなので、はい。これテープね、外して、はい、こんな感じです。じゃん。こんな感じですね。まず蓋を開けます。こんな感じでね、3本入ってます。で、この2本がマイク。TX ですね。で、こっちがレシーバー RX になってます。もうね、すでに、ランプがこういう風にね、ついてますね。充電されてます。で、1本ずつね、これね、テープがついてるので、これを、ね、剥がしていきましょう。よいしょ。ね。
よいしょ。新品、新商品、新品。大好きです、こういうの。まあね、23,100円。まあ、安くはないけども、やっぱりその、ロードとかね、そういう高額商品に比べたら、ね、全然安いので。で、ね、ちなみに、まずマイクの部分の説明からしますと、ここにね、電源ボタンと、まあこれはね、ほとんど使わないみたい、電源ボタンはね。まず外した時点で、もうコネクトしちゃうので、何も押す必要がありません。で、ここが、これを押すと、ノイズキャンセラー。このま、これね、この商品すごい、ホリーランドのこの商品って M1 っていうのはすごいのが、ノイズキャンセリング機能がついてるんですね。なので、風が来たりとか、車の周りの音とかっていうのをすべてというかほとんど7割、8割方シャットダウン、シャットしてくれるので、自分のね、声の音声のみが、聞こえるという、とても、優れた商品です。こういうワイヤレスマイクっていうのは今の段階ではこれぐらいですね。で、ごめんなさい。これが、TX 送信側です。こっちもね、一緒ですね。2本あるので、2人のタンデムの会話もね、ヘルメットの中に忍ばせれば、タンデムの会話も取れます。で、これが RX。これ受信側の方ですね。これを、受信側マイク、例えば声のカメラの、スタンドのところにこう取り付けて、で、音声を取るという形になります。この状態でもう外した時点で、もうこの2つは繋がってます。で、今から、試しでね、iPhone の方に装着をして、会話の方を取っていこうと思います。はい。ね、今、ここに、取り付けました。見えるでしょうか。で、これ TX 送信側で、今撮ってる音声は、これで、ここにある RX 受信側に飛ばして、このマイクで今音声を撮っております。音声の感じどうでしょうか。今はね、確認することはできないので、ちょっとわからないんですけれども、これをですね、ヘルメットに装着をしてですね、モトブログの音声を撮っていこうと思います。それではね、これヘルメットにつけてから、ちょっと外で、試しのツーリング行きます。それでは後ほど。ちょっとね、今ね、設定のボリュームが大きかったんで、この感じでどうだろうね。マイクにつけるとね、こんな感じのマイクの感度で、お送りすることになります。それではね、お試しツーリング行ってきます。よし。ではね、お試しツーリング開始しますか。僕はね、このワイヤレスマイクを買った理由はね、ゆくゆくインスタ360をね、買おうと思って。でね、優先行動だとミラーのほら前のところに360つけるじゃない。やっぱりね、優先行動でヘルメットにマイク忍ばすっていうのはね、ちょっとなんか微妙かなと思って。でコード見えちゃうしね、いくら服の中入れてもね。ちょっと見切れただけでさ、僕神経質だから嫌なんで。なので、そのね、360買った時のワイヤレスマイクとしてね、使おうかなと思って先に、マイクを購入しました。インプレとしてはね、まあ、結果的にすごい音をね、さっきもね、ちょっと動画確認しましたけれども、もうめちゃくちゃ音いいわ。ただね、口元に今これつけててヘルメットの中なんで、当然まあこもりは出ますと、口元近いんで、当然ね、少し、割れ気味にはなりますけれども、これね、レシーバーの方に、ボリューム調節大中小っていうのがあって、僕はね、さっき iPhone でヘルメットかぶって試しにね、家でやってみたら、小ですね、
口の、やっぱりヘルメットで口元なんで、小にしないと割れ気味になってしまいます。はい。なので、小にして、録音しています。あとね、このホリーランド M1、これはもう7月に発売されたみたいなんだけども、巷ではね、YouTube とかでもすごい出てますけど、めちゃくちゃ評価が高いです。まあね、定番といったらロードとかね、そういうのがありますけれども、あれはバカ高いですもんね。5万、6万。マイク2つだったらそれぐらいいっちゃいますよね。これは2万3100円です。なので、しかもね、ロードと音質をね、比べても、さほど変わらない。確かにロードの方は、いいのはいいみたいですけれどね。こっちの方が確かに劣ってるのは劣ってるみたいです。ただ、そこまで気にするほどの格差はないですね。そういうみたいなので、ちょっとね、いい商品を買ったなと、久々に思います。あとこれはね、200m までワイヤレス届きます。ただ、背中をね、向けると、73m ぐらいまでみたいですけどね。まあね、大事な機材を置いて200m離れないから、取られちゃうから、ということで、全く問題ないですね、その点も。あとは、ロードとかだと、ボタンをね、受信側、送信側、ボタンを押してコネクトしないといけないんだけども、この M1 はね、さっきの充電ケースあるね、あのケースから外した時点で一瞬でコネクトします。なのでもうすぐ使います。そこがいいかな。音質良くて、使い勝手良くて、コンパクトで軽量。これはかなりいいですね。あとね、僕がよく見るのはね、梱包。来た時にどういう風に梱包されているかっていうのを見るんだけど、完璧でしたね。神経質の僕としては、あれはな、もう何の文句もない。何の文句もないです。綺麗に入ってて。ということで、この商品、20丸ですね。100点満点。まあこれからね、今ヘルメットなんだけれども、城ヶ島行ってね、外の音がね、どこまでクリアに、外の音じゃなくてね、外で撮った音がどこまでクリアに入るか、っていうのをね、やっていこうと思うので、それもね、楽しみですね。僕ね、この、バイクのヘルメットに忍ばせてるときは、ノイズキャンセラー使いません。そう、これね、ノイズキャンセル能力じゃない、機能があって、ノイズキャンセルっていうのは、まあ、周りの音をね、雑音をカットするっていうね。もう一箇所に、横の部分にね、送信側の横の部分に、マイクがもう一つついていて、そこのマイクが、周りのね、雑音を拾って、それを消す、キャンセルするっていうね。で、その機能がついているのが、ワイヤレスマイクでは、まずないみたい。これ一つぐらい。大体の人は、パソコン作業で、これね、ピーポーピーポーって、これノイズキャンセルすると、そこそこなくなるね、この音でもね。そう。ノイズキャンセルの作業は、パソコンでね、編集するときに、ほとんどの人はやるみたいなんだけど、それもね、もう撮ってる時点でやってくれるっていうね。まあ、僕はこのバイクのね、エンジン音とか、マフラー音とか、もろもろね、入れたいので、ちょっとね、ツーリング感が出るのでね。と思って、ノイズキャンセルはしてませんけれども、後でね、ちょっと城ヶ島行った時にやってみようと思います。あとね、丹田で曲がるところがあったら、今ね、これ iPhone をこっち向けにして撮ってて、これ、まあ、iPhone14 Pro Max なんだけどね、今の僕のこの撮影してるのは。皆さん、まあ、どこから、13からあるのか、どこからあるのか分かんないんだけども、超広角。ビデオ撮影で超広角にしています。超広角っていうのは、1倍、2倍、3倍っていうのがあって、0.5 倍ですね。0.5 倍にすると、広角がね、もっと広がる
ですよね、これ。なので、僕の肩ぐらいまでは、青空と肩までは多分映ってると思います。本当はね、インスタ360までこっちもね、全部360度ね、撮りたいんだけどね、楽しみだな、でも、買うのが。あれ、10万ぐらいするからさ、なかなかね、一気に買うとね、ちょっと大変なことになるんだよね。はい、もうすぐね、城ヶ島到着すると思います。またじゃあ、城ヶ島の映像でお会いしましょう。あ、入れないようになってるわ。なんやの。工事してるからか。じゃあここからの映像でお届けしようか。ねえ、入っちゃいけないって。はい、城ヶ島到着しました。で、今ね、ここにピンマイクをつけてます。でね、どうでしょうね、音。本当だったらね、この今自撮り棒でやってるんだけども、本当だったらもうちょっとね、声を張るところが、この感じで多分ね、綺麗に撮れてると思います。今モフモフつけてません。で、これをね、ノイズキャンセルしますね。はい、でね、今ね、ノイズキャンセルにしたら、ここがね、緑色に変わります。ノイズキャンセルしてないときは、コネクトしてる青色で、キャンセルすると緑色になります。これでね、周りの音が少し消えて、自分の声がね、際立つという感じです。今度はね、モフモフをつけてみます。はい、でね、今モフモフをつけてみました。今ね、1個の方がバッテリー切れちゃって、買ってね、到着してからだったんで、バッテリーがそんなに入ってなかったと思います。なのでね、今もう1個の方に買いました。これね、2個あると合計でね、24時間撮れるみたいです。なのでね、本当にね、買いたい人は、この2個入りの23,100円のやつ、シングルのやつがあるんだけど、ケースもついてないしね、充電ケースついてないし、できればね、この2個ついてるやつを買った方がおすすめです。これですぐ変えられるんでね。で、今が、これがモフモフ、つけた状態です。で、モフモフつけた状態で、今度はノイズキャンセラー。お、これで、緑に変わったかな？これで、ノイズキャンセラーの、モフモフ付きです。どうでしょうね。まあね、ここまですると本当に周りの音聞こえないんで、これで青になったかな？ね、青になりましたね。この感じね、ちょっとそこ、回っていこうと思います。はい。今日の忍者戦です。まあ近場なんでね、ヘルメットここに置いて、で、グローブもね、そこに置いて、ちょっとね、そこの先に行ってみようと思います。ここはね、ここ紹介したかったんだけどね、今閉鎖されちゃってるね。こっちにね、救急ホテルがあるんだけど、今工事なんでね、ここがすごいいいとこなんですよ。このね、お料理屋さんもすごい美味しいんでね、見晴らし食堂どころって言うんですよ。本当にいいですよ、ここ。あの奥行ったら、ちょっとこっちの方行ってみましょう。こんな感じでね、城ヶ島ってね、すっごい水きれいなんだよね、海が。いいよね、こういうとこでバーベキューしたいけど、ここはまあしちゃいけないとこだと思うね。釣り人もね、ここは結構みんな来ます。何が釣れるんだろうね。タチウオとかなのかな。横須賀の方のね、海風公園かな。あそこはタチウオがすごい釣れるよね。あ、ここ登れんのかな。ちょっとこういう階段があります、まあ、あんまりね、こういうとこ行っちゃいけないんだけど、こうなってるね。入っていけるんだね。いいね、こういうとこ。こんな感じでね、みんなウィンドサーフィンの人とかね、こんな感じです。音声もね、ようやくワイヤレスで撮れたので、これはいいわ、便利だね。今日はね、このワイヤレスマイクを購入して、初めてのツーリングです。お試しツーリングで、城ヶ島に来ました。これからはね、
このマイクでいろいろとモトブログやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。先ほども言いましたけれども、もしねこれ本気で買おうかなと思ってたら、2個入り充電アダ、充電ボックスの中に、2個送信機、そして、1個受信機が入ってる2万3100円かなの方をおすすめします。なので、まあ今回ね、このワイヤレスマイクのインプレ動画でした。また次回、ツーリングのチャンネルでお会いしましょう。ツーリングの動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンとあとコメントもお待ちしております。それでは次回またさよなら。はい、ねちょっとねマイク改善しました。どうだろうね風の音、まあ、まだ今スピード出してないけども、大きくね変えたところっていうのは、まずねモフモフをつけたこと、モフモフをつけて、でマイクの位置をね、口の正面よりもねちょっと右側に向けてね、あまり音割れしないようにしました。それとね、ヘルメットのチンのところにある顎でねのところにある空気孔開閉扉っていうのを、閉じました。ここからね風がすごい入ってくるんで、まあちょっとねスピードを上げないとね、どんな感じかわかんないけれども、まあ、後でねスピードをちょっと上げてるところお送りしようと思います。ここどうだろうね、風結構吹いてます。今正面からどうだろうね、まあ、前回よりはね絶対いいと思う。こんな感じでね、これからお送りさせてもらおうと思います。それでは皆様さよなら。